はい、皆さんこんにちは。明け方ですかね、 iOS の 14.2 というアップデートが出まして、で、まあバグ修正だけだったらね、まあ動画にしないんですけど、今回ねちょこちょこっと面白い変化があったので、そのあたりまとめていきたいと思っています。はい、ということで、まあバックアップはね一応やっといた方がいいでしょうね。私は iCloud バックアップですが、バックアップを終えた形で、こちら設定の一般からソフトウェアアップデートというところからですね、ダウンロードしてインストールというのをやりました。パスコード入力を経て、まあここからですね、どのぐらい時間がかかるのかを、まあ、測り始めてみました。で、まあその先は利用規約への同意とかね、まあそのあたりを経て、まあダウンロードインストールに入っていくという感じでございます。で、まあダウンロードは回線速度にもよりますので、まちまちとは思いますが、うちの場合はニューロなんでね、まあまあ早いので、こちらダウンロードが終わったのが、まあ、9分20秒ぐらいというところで、まあその先は今すぐインストールというボタンがあるので押して、まあアップデートを検証中というのを経てですね、で再起動2回ぐらいを繰り返しながら、まあ、インストールが終わったのがだいたい17分15秒ぐらいのところだったというところですね。で、変更点につきましては、今回バグの修正だけじゃなくて新機能もね追加されていて、まあ、絵文字が増えたり、あとは壁紙が追加で、あと拡大鏡でなんかね人との距離を検知する機能がプロにねできるほかですね、まあ、その他 AirPods ヘッドホン関係でもちょっとね違いが出ているようですね。まあ、このあたりちょっと後で一通り試してみます。で、バグ修正についてはねこんなような感じとなっています。一時停止してみてください。はい、それではね、おっと思った変更点から一通り試してみますが、一つ目はね、これプロ2機種向けの機能、拡大鏡というアプリで人との距離が測れるそうです。で、こちらはプロ2機種のライダーセンサーを使う機能のようですが、この、まあ、コントロールセンターからこの拡大鏡ってアプリあるじゃないですか。で、こちらをタップすると、まあ、こんな画面なんですが、これはね、まだデフォルトではオンになってないんですね。で、ここの設定ボタンを押すと、まあ、ここに人の検出というのが現れるんで、これをね、プラスにするという感じで、完了を押すと、まあ、ここにね、新しい機能のボタンが出てくるわけですね。で、家族で試してみたんですけど、このように拡大鏡アプリでこの右のボタンをタップして、人に向けるとですね、このようにね、人の形を検知して、距離を測ってくれるということで、まあ、これ在宅勤務中のうちの妻ですけども、近寄ると 0.5 になり、離れると 1 メーターになるという感じで、まあ、ソーシャルディスタンスを測るのにはなかなかねいいのかなってところで、まあ、ライダーセンサー使うアプリもこうやって、まあ、純正やサードパーティー増えていくんでしょうね。で、お次は AirPods のバッテリー充電の最適化機能ということで、こちらがですね、この Bluetooth のところから、AirPods の i のボタンを押すとね、このあたり出てきます。で、下の方なんですけど、バッテリー充電の最適化という、これオンオフができるんですね。デフォルトではオンになっているようですが、まあ、内容としてはね、まあ、Mac なんか iPhone なんかもそうですが、80% 以上の充電の状態って、まあ、バッテリーに負担がかかるので、まあ、劣化を早めるってことで、まあ、それを、まあ、このプログラム的に防いでくれるというね、作業で、まあ、機械学習で、まあ、その人の使い方に応じた、まあ、充電の仕方をしてくれるということですね。で、お次はヘッドホンの音量通知機能ってことで、で、なんかとりあえず私が思った通知機能というところで、この音量をね、この音楽かけながら最大限に AirPods Pro でね、再生してみたんですけど、ところがね、通知は来ないんですね。で、なんでかなと思って、ヘルスケアのこの聴覚ってところを見ますと、そうするとですね、ちょっと下の方に、ここにヘッドホン通知っていうのを有効にするっていうのがあって、これ有効にしないと使えるようにはならないようですね。で、今こちらを押して、有効化したというね、ところで、これもね、オンオフができるんですね。で、これヘッドホン通知オンにした状態で、で、また音量を最大にして通知が来るかどうかをね、試してみたんですけど、で、ところがね、これ音量をいくら大きくしても特にね、ダメですよっていう通知も来ないんですよね。で、あれと思って、もっとでかい音の出る音楽に変えたりとかね、してやったんですけど、これでもね、来ないんですね。で、あれと思ってね、よく見たら、このヘルスケアのところにヘッドホン通知についてっていう説明書きがありまして、これを見ますと、
この結局ね、7日間で80デシベル以上を合計40時間聞いた場合に行ってくるということでですね、なので瞬間最大ではなくて累積で耳に良くないと判断した場合に通知が来るという、ね、ことのようでした。でエアプレイのコントロールが変わったということで、で、まあ、こちらコントロールセンターなどでですね、このエアプレイの画面を出すと、まあ、表示が確かに変わってるんですよね。で、まあ、例えば何かスピーカーを選ぶとですね、こういう感じになって、で、まあ、ここはまあ大体同じ表示ですが、で、まあ、他のスピーカーの状態を出すにはここのボタンを押すという感じで、まあ、このあたり操作性がちょっと変わったみたいで、新機能についてはね、私はたどり着くことは、ね、できなかったですね。特にないみたい。であとはこれ iOS と直接って感じでもないんですが、アップデート内容に入っていたんですが、 Apple TV と HomePod の組み合わせでサラウンド再生の対応ができるってことで、でこれ Apple TV のオーディオ出力の設定ですけど、まあ、この画面自体はね、前と変わんないですね。でテレビスピーカーに加えてリビングを選んだという感じで、アトモス対応の映画を再生したらね、これが結構ねサラウンド感あふれる感じで、うちの場合ホームポット2個ですね、まあ、この左右でステレオにしてるんですが、まあ、ちょっと著作権の関係でのお聞かせはできないですが、かなりの迫力のあるねサウンドになっていました。でこれがね、多分ホームポットとホームポットミニの機能の差でですね、Apple TV 4K を使ったホームシアターってところにチェックマークが入ってるのはホームポットだけですから、まあ、このあたりにまあ価格差の価値が出てくるのかなというねところで、これはねなかなかいい音でしたね。であとまあレザースリーブ対応ってことで、これレザースリーブってまあマグセーフアクセサリーの一つとして、まあ、これから売るようなねものですけども、まあ、このスリーブに iPhone を入れた場合に NFC が反応し合ってですね、まあ、こちら、まあ、表示がなんか時計だけに窓が鳴ったりとか、まあ、そんなようなね、まあ機能のための、ね、アップデートなんじゃないかと思います。まあ、近々発売するということなんじゃないかと思います。あとは地味なとこですが、絵文字が増えたということで100種類ぐらい増えたとかって書いていましたが、例えばねこの右のこのメガネのおじさんなんかが増えていますね。こっちにはないです。であとはまあこんなのも増えていたり、まあ、それとちょっと日本人として嬉しいのは忍者の絵文字がありましてですね、これ前なかったみたいです。でこれがねなんとこの肌の色全部にね対応しているというのもね注目点でしょうか。あとはまあ赤と青の組紐のマークなんか、これはどういう意味なんでしょうかね。であとはね針と糸のマークなんかっていうのもね追加になっていました。あとはなんかヘルメットが、これなんだろう、ミリタリーヘルメットも追加になったりとか、まあ、あとはこう動物もねいくつか増えていましたかね。あとはまあミミズなんかもねありましたけども、まあ、やってたらキリがないので皆さん探してみてください。であとはまあ壁紙の追加ということで、でこれ左側の iOS14.1 の iPhone12 と比較してみますね。でこちらまずはダイナミックに関しては、これはねあの違いが何もなかったということで、ここは追加はなしという感じで、静止画のところですね、ここにね変化がありました。この中ほどですけど、この砂漠の岩みたいなね写真の壁紙が8個ね増えたということで、まあ、このあたりが新しい壁紙ということのようですね。でライブについては機種ごとのね壁紙の設定が4つあるというそのままでしたね。であとは接触通知なんですけど、個人が特定できない形での、まあ、衛星当局に送信オプションっていうの、これはねちょっと前のバージョンと比べてみたんですけど、まあ、設定のところからね違いが分かんなかったっていうことで、であとはまあこれ各国アプリが違うんでね、まあ、日本を選んだ場合はまあその先ココアに行くんですけど、ちょっとね私は違いがたどり着けなかったんでね、ご存知の方は教えてください。であと最後、残念ながらウォッチの心電図は日本はまだでしたね。まあ、このようにウォッチ OS7.1 も出ていますが、まあ、これ見ると韓国とロシアは心電図アプリに対応したってことでですね、まあ、これ一応インストールして、まあ、日本の場合、まあ、もちろんね入ってないですからダメだとは思うんですけど、まあ、一応試してみました。でこれウォッチアプリの心臓のところから、でヘルスケアで心電図、あここでいきなりバグってますけどね、これ文字が変ですね。で設定のとこを押しまして、で、まあ、生年月日を入れるとこまではいけるんですけど、まあ、その先ですね続けるを押しますと、まあ、このようにね、まあ、この地域では使用できませんということで、まあ、案の定ねできないということが確認できています。
はい、ということで iOS14.2 でですね、まあ、このライダーセンサープロにね、ついているものなんかの活用する機能が追加されてきたってことで、まあ、これ毎年のことですけど、まあ、こうやってね、ハードを活かすような、まあ、機能がね、増えていくのかなってことで、まあ、サードパーティーも含めて今後に期待したいところですね。で、まあ、昨日ちょっとね、この12 Pro については感動に欠けるなんていう評価をしていますけども、まあ、こうやって、まあ、アプリとかね、対応していくとまたね、評価も上がってくるのかなと思います。まあ、このいずれにしてもね、この12については11と比べて非常にね、進化ポイント多いので、まあ、いい iPhone であることは間違いないんで、まあ、サイズ違いのミニなんかも期待したいところですよね。ということで、今日は、iOS14.2 のアップデートについてチェックをいたしました。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。